だ声枯れてねえよな。さあ飛ばしてくからね。しっかりついてきて。行くよ。しっかり歌えてよかった。ああ、練習の時から感じていたが、二人で歌うパートも全員で歌うパートも以前よりも綺麗に合うようになってきたな。それ私も感じてた。やっぱあれかな、共通のイメージってやつ。今回は特にお互いどう歌いたいかイメージをなるべく言葉で伝えて歌い方を決めていったってのも良かったのかもな。そうだな。また一歩俺たちは前に進めた気がする。小羽がしっかりタイガおじさんと練習して身につけてきてくれたおかげだね。みんなの役に立てて嬉しいな。みんなの役にか。そうそう、俺も何かチームのためにできることがあればいいが。今日の練習は午後からか。それまでは自主練でも。メッセージ、あずさわからか。練習の前にごめんね。ちょっとだけ相談したいことがあって。相談？実はタイガさんから景色や風景をイメージする練習にクラシックの曲もおすすめって言われたんだ。とりあえず自分でいろいろ調べてベートーベンとかドビュッシーの曲は聞いてみたんだけど、他にも参考になりそうな曲があったら教えてほしいなって。なるほど。ごめんね、こんなこと相談しちゃって。クラシックのことだし聞かない方がいいかなって思ったんだけど、東雲くんに相談したら大丈夫だから聞いてみろって言ってたから。うん、俺は分かってるからな。東野は音楽から離れてもう一度音楽を選んだ。そんなの相当好きじゃなきゃできねえだろう。気を使わせてしまってすまない。アキトの言う通り大丈夫だ。良さそうな作曲家や曲を見繕ってみる。こんなにあるんだね、ありがとう。教えてもらった曲のリスト、アンちゃんや東雲くんにも見せていい？もちろんだ。できればみんなで聞いてイメージの話もしたいな。それいいね。じゃあグループの方でメッセージ送っておくね。役に立ててよかった。だが結局俺にはクラシックにまつわる知識や経験しかないな。それがチームの役に立つならもっと積極的に生かすべきなのかもしれないが、だが俺は。練習の時間までに気持ちを切り替えておかなければ。いや、ちょっとな。ね。ああ、そうだな。少し聞いてほしい。
ああ、学校行事にもろくに出ていなければ、友人と遊ぶこともほとんどしてこなかった。俺は、アキトたちよりも圧倒的に人生経験が足りていない。そんな俺が唯一みんなより知っていて、経験があるのがクラシックだ。俺には本当に、それしかない。であれば、もっと活かすべきなんだろうが、俺は、クラシックから、逃げてしまった。だから俺には、クラシックを語る資格がない。あのさ、それは、俺が、どうしたいのか。俺は、なんだ、今何か光って。思いのかけら？その丸くて光っているもののことか。かけら。でも、思いのかけらか。相変わらず、ここは不思議な場所だな。しかし、勝手にそんなことをしては、その思いの持ち主に失礼じゃないか。だから、確かに、誰にも知られずに消えてしまうのは寂しいな。わかった。